クーンツはアメリカ海軍の駆逐艦、ファラガット級駆逐艦の一隻。艦名はロバート・クーンツ大将にちなむ。クーンツは1957年3月1日にピュージェット・サウンド海軍造船所で寄港した。それはクーンツ提督が銅造船所の司令官を退任してからちょうど39年目のことであった。西海岸で建造される。 最初のミサイル駆逐艦として、クーンツは1958年12月6日に、ロバート・ジェイ・クーンツ夫人によって命名、浸水した。1960年7月15日に、艦長、HH レース中佐の指揮下収益したクーンツは、1961年4月に、成長後の訓練を完了した。その後、太平洋艦隊巡洋艦駆逐艦隊に、配属。 第152駆逐艦隊の機関任務につき、母校はカリフォルニア州サンディエゴが指定された。1961年5月4日から7月12日まで、クーンツは第15駆逐戦隊司令官の機関任務についた。クーンツは1961年8月10日にサンディエゴを出港、第7艦隊と合流し、高速空母任務部隊に加わった。7ヶ月間の 第7艦隊配備で、クーンツは5万5000マイルを巡航し、日本、韓国、香港、オーストラリア及びアメリカ領サモアを訪問した。十分な戦闘速応性を維持するための訓練演習の間に、クーンツはミサイル運用の優秀性から戦闘効率賞を受賞している。1962年3月23日に本国に戻り、クーンツは 1> 第1艦隊に再合流。1962年4月に、第17駆逐戦隊の帰還となる。1962年8月11日から11月11日まで、第11駆逐艦巡洋艦隊の指揮官任務につき、その後再び第17駆逐戦隊の帰還となった。1962年7月、ジェームズ・アール・コリアー中佐が、レース大佐に代わって艦長に着任した。 クーンツは第7艦隊とともにアジア海域に展開し、日本の横須賀、神戸、呉、別府及び香港を訪問した。この任務の間に NASA のマーキュリーアトラス8号計画の回収艦任務にも従事している。1962年10月3日にウォーリーシラーは100マイルの高度で地球の周回飛行を行った。 クーンツは回収作業のための大機関としてリストアップされたが任務には従事しなかった。クーンツは1963年5月に本国に帰還した。1963年6月にはジョニ F ・ケネディ大統領に対してテリア対空ミサイルの攻撃能力デモンストレーションを行った。1963年10月から1964年4月にかけて ロングビーチ海軍造船所でオーバーホールが行われ、クーンツのミサイルシステムは近代化された。1964年3月7日にコリアー中佐に代わってユージン・シー・ケニオンジュニア中佐が艦長として着任した。クーンツは、兵装システムの大やけみ及び回復訓練を終え、1964年4月に太平洋艦隊に再合流した。 ミサイル運用及び法術に関して戦闘効率賞を受賞し、その後8月3日に第17区築艦隊の機関となり、8月5日に西太平洋に向けて出航した。1964年8月16日に第7艦隊に合流すると、高速空母任務部隊の一隻として6ヶ月間の任務に就く。4万戦0りの距離を航海し、フィリピンのスービック海軍基地、 香港、佐世保、横須賀を訪問した。12月にクーンツは、ベトナム戦争での南シナ海における作戦活動支援の功績で、軍遠征賞を受賞した。3度目の西太平洋配備を完了すると、第1艦隊の指揮下に戻り、1965年2月6日に帰還した。第1艦隊での作戦活動には、 1965年夏の士官候補生の訓練巡行も含まれた。この巡行でクーンツは、ワシントン州ベリングハム、ワシントン、カリフォルニア州サンフランシスコ、ハワイ州ヒロ、真珠湾を訪問した。この期間のエンジニアリング、通信及び対潜水艦船の功績で E、C、A を受賞している。1965年8月14日、 ケニオン中佐が退任し、W カミングス中佐が艦長に着任した。1965年12月から1966年に1月まで、クーンツはサンディエゴでヘリコプター運用のための改修が行われた。この改修には、艦板上の2排気口の再配置、完備部分の構造物の撤去、JP-5 燃料供給浄化装置の設置及び、 ヘリコプター運用のための動力供給システムの設置が含まれた。クーンツは同級におけるヘリコプター運用回収が行われた最初の艦であった。作業が完了すると1月にサンディエゴを出港6ヶ月に及ぶ第7艦隊配備に向かった。静岡県下田市、神奈川県横須賀市、フィリピンのスービックワン、台湾の高を訪問し、3月には 西太平洋配備における功績で、主君部大賞を受賞した4回目の配備を終えると、クーンツは第1艦隊に配属となり、1966年8月1日に帰国した。ロングビーチ海軍造船所交渉を出発した後、クーンツはサンディエゴへ戻り、訓練及び自助性を始めた。その後西太平洋に展開、再び第7艦隊に合流し、 30日間の探索救助任務に従事、同様に空母作戦活動及び特別任務に従事した。その間に香港、横須賀、スービック湾を訪問している。5度目の西太平洋配備中の1967年7月28日、カミングズ中佐に代わってイーデールガイガー中佐が艦長に着任した。8月、クーンツは、 インドネシアのジャカルタを訪問し、1963年の前半以来同国を訪問する最初のアメリカ軍艦艇となった。その後ドンキン湾で北部捜索救助ステーションで30日間の任務期間を2度過ごし、9名の飛行士の救助に参加した。香港を短期間訪問した後、オーストラリアのシドニー及びニュージーランドのウェリントンを経由し、 1968年2月8日に母校のサンディエゴに帰還した。維持調整期間の間に試験及び評価モニタリングシステムが装備され、第一艦隊での作戦活動に入った。これは水上艦艇への同システムの最初の導入であった。任務には主艦候補生の下記巡航も含まれ、サンフランシスコ、シアトル、真珠湾を訪問した。 その後第一艦隊の作戦活動に参加し、その中には演習、ビート・ケーデンスも含まれ、1968年11月15日まで行われた。1ヶ月後、ヤンキーステーションに到着し、クリスマスをライン上で過ごす。1969年2月8日、ガイガー中佐に代わって、ロナルド・ピーローン中佐が艦長に着任、クーンツは香港に向かった。 その後トンキン湾に戻り、別の救助探索任務に、10時、続いて横須賀での維持調整期間に入る。EC-121 機が北朝鮮のジェット機によって撃墜され、クーンツは日本海に急行した。任務を終えると、スービック湾を経由して5月18日にサンディエゴに帰還した。維持調整期間の後1969年9月に、クーンツは、 第一艦隊の一隻として演習、フーカスウェックスに参加した。会場でのいくつかの活動の後、広範囲維持調整期間に入る。クーンツは1969年の補給活動、対潜水艦船活動での功績で受賞している。作業は1970年3月3日に完了した。7月8日、ローン中佐が退任し、TJ バウエン中佐が艦長に着任した。 1971年1月、第7艦隊配備の直後クーンツは、サンディエゴを出港、パナマ運河を経由して、フィラデルフィア海軍造船所で後半イオーバーホール、及び近代化改修が行われた。改修とともに1971年2月23日に、退役となり、対空兵装の改修後1972年3月18日に、最終役、母校は、 ロードアイランド州ニューポートに変更された。艦長には t r m m リ e 中佐が3月8日に着任した。グアンタナモ湾での試験及びカリブ海での6ヶ月間の作戦活動の後、クーンツは南米及びアフリカへの次巡航を行った。その後ボストン海軍造船所に入居し3ヶ月間の信頼性調査が行われた。訓練及び準備期間の後、 1973年7月6日に出航、最初の第6艦隊配備で地中海に向かった。1973年12月20日に、エメリー中佐が退任、FN ハウ中佐が艦長に着任した。1974年1月、母校がニューポートからバージニア州のフォークへ変更された。クーンツは1974年11月15日に、 地中海に向けて出航、様々なアメリカ軍及び NATO の演習に参加した。1975年に採用されたクーンツの起床。1975年7月1日に行われた艦首再編で、クーンツは DDG-40 へ艦首変更された。1976年1月17日、大西博美軍即応部隊の一部として出航する。 1989年7月21日、コップ艦長に代わって W.E. コックス艦長が着任した。コックス艦長の指揮下、クーンツは1989年10月2日にペンシルベニア州フィラデルフィアで退役した。船体はスクラップとして1994年4月に売却されたものの、1996年10月に海軍によって再取得された。 その後再び1999年2月にフィラデルフィアのメトロマシン社に売却された。いくつかの商部品は個人のコレクションとして売却されたが、大半は分解された。解体は2003年2月26日に完了し、金属部材はニュージャージー州カムデンのカムデンアイアンメタル社に売却された。2006年、クーンツの元乗組員からなるアセス。 クーンツ協会が廃棄所から艦の千尾録版を入手した個人コレクターからその譲渡を受けた。千尾録版には艦名が刻印されており、その後、クーンツ提督の故郷であるミズーリ州ハンニバルに寄贈された。2007年3月31日、艦の元乗組員である海軍情報部次長ネイサン・ジョーンズ大将とハンニバル市の職員が出席してニッパー公園で 戦尾6番の贈呈式が行われた。それは、艦が寄港してから50年目のことであった。2007年5月、アセス、クウンツ協会は海軍に対して、クーンツ帝督の名を艦名に採用する、要海軍長官へのオンライン署名運動を始めた。最新のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦の艦名は2008年5月に、マイケル・マーフィーと決定している。ありがとうございます。